こんにちは、ゆでたまです。ピッピッ、はい、はじめまして、ゆでたまごです。ゆでたまチャンネルへようこそ。はい、チャンネルを開設してから、投稿するのに時間がかかってしまい、大変申し訳ございませんでした。ちょっと時間がかかってしまった理由、言い訳がですね、お恥ずかしながらちょっと私パソコンがとても苦手で、最初は編集、動画投稿に編集に全て自分で頑張ろうと思っていたんですけど、なかなかちょっとまずタイピングから練習をしたんですけど、なかなかうまくいかず、ちょっと断念してしまい、編集者さんにやっていただくことになりました。そちらの編集者さんがこちら、ジャッキーさんです。私のキャラクターを描いていただいたのもジャッキーさんです。ぜひ皆さん、ジャッキーさんの活躍にご期待お願いします。はい、そして第1回目のこの投稿はですね、じゃん、私が、去年の8月にこちらを購入して、なんか外で言ってますね。こちらのパソコンを購入して、タイピングの練習や編集すいません、よくね、午前中通るんですよ。はい、負けない、こちらのパソコンを、購入して、ちょっとタイピングの練習とか、あとはファイナルカットプロを入れてちょこっとぐらいしか使っておりません。こちらのパソコンを、プレゼントさせていただきます。プレゼントの、応募資格は、ツイッターの、私のツイッターにこの内容を書くので、そこにフォローとリツイート、いいねをお願いします。私のツイッターこちらになります。ぜひ概要欄に詳しい内容を書いておくので、ぜひ皆さんチェックして、こちらのパソコン、ちょっとパソコン欲しいな、ちょうど欲しかったんだよな、ちょうどあったらいいなって思ってたんだよなって方、ぜひ応募お願いします。そして、このパソコンを、私、当選者の方に、プレゼントを自力で、しに行きたいと思っております。その内容も YouTube に載っけたいと思ってます。なので、モザイク加工 OK で、声ももう変えてほしいって方も言ってください。あと、全然顔出演 OK だよ、声出演 OK だよって方も、ぜひ応募お願いします。で、多分当選するであろう人は、ツイッターのリプランっていうんですか、このコメントを書くところに、自分の地域のこういう食べ物があるよ、美味しい食べ物があるよって、ゆでたまごが食べるのが大好きなので、ね、これを食べに来た方がいいよ、これは絶対おすすめだよ、手料理でもいいです、この手料理美味しいよ、これがおすすめだよみたいな、あと写真とかを載っけて、トントントンってリプ、コメントしていただけたら、ゆでたまごこれ食べたいな、これ美味しそうだな、これいいなって思ったものを食べに行きたいと思います。そしてパソコンをお渡ししに行きたいと思います。今後のこのチャンネルはですね、料理を作って食べる、ただただ食べる、ひたすら食べるみたいな動画とか、体が柔らかいので、軟体ストレッチなどをしていきたいと思います。あとは苦手な筋トレもしていきたいと思います。でやってみたいのはコスプレ、はい、こういうのを着てほしいとか、このキャラクターやってほしいとかあったらコメントお願いします。あとはやっぱり見てくださってる方の需要に合わせたいと思いますので、こういうのをやってほしい、これをやってほしいっていうのがあったら、どんどんコメント欄にお願いします。お願いします。あとはですね、名前はゆでたまごです。好き
きな食べ物は1位大根、2位いちご、3位納豆なんで出てこない、4位ゆで卵、5位モロヘイヤです。この5つが大好きです。あと白ご飯も大好きです。白いパンもワンワンワン大好きです。あとは何を話そうかな、今後このチャンネルを見るよ、期待してるよって方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。はい、皆さんによって作り上げられていくチャンネルだと思ってます。私 YouTube 初めてですし、こういうこと初めてで、やってねっていうのも、あ、こういうのやったらいいんだと思ってどんどんチャレンジしていくので、よろしくお願いします。あとあの TikTok を見てきてくださった方がほとんどだと思うんですが、ちょっとね顔に加工がかかってないので、ちょっと加工下げたろうって方、お手柔らかにお願いします。ちょっと本当これが一番怖かったです。はい、ちょっとこんな感じが、こんな感じの顔があの 本物なんで、皆さん TikTok で騙しちゃってごめんなさい。はい、で今後 YouTube ゆるたまチャンネル皆さんと一緒に作っていきたいので、これからもよろしくお願いします。ではゆるたまごでした。